いっちゃやってやるか。いつでもいいぞ。そこをどけ。いけるか。行く。ドスフルール。グラップ。ぶっ飛ばしてやる。覚悟はいい？雷雲ラッド！いけるか？ギャッフォース！ゴムゴムの！それにしてもあの雷、とんでもねえ威力だったな。ああ、確かにありゃ、俺たちが戦った巨像の火じゃねえ。おい、あそこ！リム！よかった。気がついた。リムンさんが急に消えたので心配していたのですよ。ごめんなさい。アディオが心配。私、あの塔に行かなきゃ。あの塔の正体、あなたは知っているの？天行の塔。神の息吹を祀るために作られた塔よ。あそこで暴れてやがるのが神の息吹。ってことは、アディオのやつが動かすことに成功したと考えて良さそうだな。仲間を呼び寄せてみんなで暮らすのが目的なんだろう。だったらなんで暴れてんだよ。リム、私にもわからない。アディオに聞いてみないと。どうする、ルフィ。アディオに会って話を聞くぞ。塔に急ごう。体は大丈夫か？うん、今はそんなこと気にしてる場合じゃないから。辛くなったらすぐ言いな。その時は俺が運んでやる。うん、ありがとう。
暴れるぞ。まずい状況ね。俺が相手だ。ミルフルール、ヒガンテスコマーノ、スパンク。こう見えてなかなかやるわよ。それ。ありがとうナミ、助かったわ。なんだかヤバそうね。面白い。やってみろよ。俺の方はいつでもいいぞ。それ。ありがとう。助かったわ。よし、かかってこい。ほれ。ありがとう、ルフィ。オチエンタフルール、クロトワマーノ、ショック。舐めないでね。こう見えてなかなかやるわよ。一人10万よ。幸せパンチ。相手にとって不足なし。三刀流1080ポンド砲。大剣豪になる日までも俺は。みんな、天行の塔に行くにはこの先の分かれ道を左よ。もうこっちじゃないって言ったのに。リムさん、こちらで合ってます？うん、大丈夫。このまま進んで。アディオ、無事だといいけど。心配すんな。あいつは強いから、きっと大丈夫だぞ。さて、そうだよね。塔はこの先、今なら入れるはずよ。どうするルフィ、橋がないぞ。あお、橋なら俺に任せときな。どこから出てきやがった。あいつ
なんだか怒ってねえか。融通の効かなそうな面構えだな。どうするルフィ。仕方ねえ。フランキーは橋を頼む。あいつの相手は俺たちがする。刀がうずき、刀の旅に出る。いけるか。ギアフォームスネークマン、ゴムゴムの。手強いわね。みんな気をつけて。ミルフルール、ギガンテスコマーノ、スタンプ。これでおしまいね。さあ、先を急ぎましょう。悪くないわね。マリモの。こっちはもう大丈夫だ。よし、先へ急ぐぞ。ところで、アディオさんはどうやって向こうに渡ったんでしょうか。アディオは小舟を隠してたから。よほほほ、それはそれは、いやー、用意周到ですね。このまま進めばいいんだな。ええ、天行の塔はこの先よ。前は内海にあんな塔はなかったな。怪我を治すため姿を消していたの。怪我？誰の怪我だ？あそこに誰かいるってのか？それは行けばわかるだろう。そうだな、よし行こう。お、なんか見えてきたぞ。これが天行の塔。ええ、そう。ここに神の息吹があるの。なんだかおっかねえな。なんでしょう。鳥肌が立ちますね。私肌ないんですけど。よここにアディオもいるんだな。間違いないわ。よし、行くぞ。塔を登ろう。ちょっと皆さん、私寂しい。アディオンとこ行くぞ。